え、雑談あるもん。雑談あります。いやあれじゃないですか。どれ？朝の今日の朝のやつですか。思い出す。忘れとったんですけどね。いやもう朝から僕はテンションだだ下がりだった。僕も戦々恐々しますから。見るだけでちょっと嫌だ。買うときは面白かったけど。まあでもあの後僕カエルは完璧に食べました。食べた。完食。4匹。胴体も？胴体も。背骨の周りも。食べました。正直言うとカエルもあんま美味しくなかったですね。いやいや、あ、足食べましたけど、あ、まあ、鶏肉っぽい感じですけど、最後の方になんか田んぼがあるっす、うん、だってあれさ、解凍した時の水の色。まあ、そうですね。やっぱり田んぼでしたから。やばい。田んぼで深呼吸した時の、感じが、ちょっと最後下の方。まあね。ちょっと茶色かったよね。ちょっと繊細の僕の下にはちょっと。でも、ちゃんと育てられた生物って美味しいなって思いましたね。どういうこと？鶏肉とか。あんま超えるだってそうかもしれんじゃん。いや、あれは多分田んぼです。でも、それってあれじゃない、養殖じゃなくて天然物ってことやん。いや、でもなんか。ええやつなんじゃん。いや、なんか多分あれっすよ。こう歴史が違うですね。品種改良とかの重ね方とかで。いや、それ品種改良してないやつの方がええんちゃう。いや、なんか、いや、やっぱ人間に合わせて美味しくなるようになったじゃないですか。まあね、それあれやね、遺伝子組み換えをこう良しとするっていうあれやな。全然別にどっちがええとも思わんけどさ。全然良し派なんで。僕はもう今日そのカエルが冷凍であった、で皮も全部取れた状態やったんですけど、もう僕はその筋肉の美しさにちょっと惚れてました。こんな足になりたい、この足やばい。もう胴体ぐらいありまして、足が。竹ちゃんがドン引きしてる。いや、だってカエルは筋トレしてないんですよ。ボディービルディングもしてないのに、食べたい時に食べて寝たい。サイクリストとして嫉妬したん。嫉妬しましたね。あの足はちょっとビビったっすね。ちょっとでもあの足になりたいと思って。ね、全部ね、現地語で書いてあるから何かがわからない。そうですね。カエルは見たらカエルやってわかるけど、他の肉は何かがよくわからない。そうですね。何かがわからなかった。ちょうどカエルの隣か何かに、皮膚があったんですけど、何かの。皮膚皮膚。皮皮というか、なんていうかな、金髪の方がスポーツ狩りをした頭の皮膚みたいな。毛がついてる。毛がついてる。はい、ちょっと毛がついてるんですけど、あれは一体何だったんですか。でもなんかすごい爆買いしてたよ、他のお客さん。そうですね。なんかリュックとかスーツケースとか持ち込んでたもん。そうですね。うん。これ、日本人ですか？いや、みんな現地人みたいな。ベトナムの人じゃないんかな、あれ。そうですね。故郷の味ってことなんですかね。なんかベトナムの人が、なんか、ドラマとか映画で被ってそうな、典型的なベトナムの人が被ってそうな帽子あるじゃん。あ、そうなんか、とんがってる先っちょ。あ、それじゃなくて、軍っぽいやつ。ヘルメットが帽子になったような、こう。うん。麦わら帽子がプラスチックになったみたいな緑色の帽子被ってる人。いいですね。ほんまにおるんや、この人って。まあまあ、向こうからしたら、まあ、普通なんやと思うんね。でもすごい親切。すごい親切。っていうか、各、冷凍庫の上に、カッターか包丁が置いてあるんです。ちょっとそれはびっくりしました。これは一体どういうことなの？どういうことなんやろと思ったけど、あれ多分、ナイロンとか切りやすいようにしてくれてる。そうやと思うんですけどね。その冷凍ボックスの扉開けようと思ったら、まず包丁をどかして、その包丁がちょっとこう、肉の血が。血がついてたよ。日本とはちょっと違うなと思って。なるほど。まあ、カエルのはまだ、とっつきやすい。カエルは、そう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 。あれですよね、カイコのさなぎはやばいっすね。カイコはちょっとな、あれの匂いが今日一日中鼻から離れへんかったな。いやもう。一応そのベトナムのお店におった人に教えてもらった。そうそうそう、おいしいよみたいな感じで、こうやって食べたらいいよとか言って、
あの Google 翻訳みたいなんで教えてくれる。そうですね。塩で炒めるみたいな、うんうん。全然塩使ってなかったじゃないですか。めっちゃ使った。めっちゃ使ったよ。うん、なんか香辛料で炒めてた。うん？塩かけたよ。塩かけた。うん、塩あ後でちょっと食べてみてください。いや絶対嫌です。塩とあとマウントコーヒースタンドの綿さんが、うん、お味噌しっかりと、はい、料理したやつと。あまあまあ申し訳ないですけどいらないです。なんで草は食べるのに。いや全然草なら食えるっす。さなぎはちょっと無理です。あでもベジタリアンな。あもうベジタリアンでいいです。そのうちいい昆虫に出会うと。まだ懲りてない。美味しかったですか。まあまだまだお皿いっぱい余ってましたけど食べて帰るんですよね。まあまあまあね。いやー厳しいね。まあでももう一つ鳥の足があったんですよ。鶏、うん、の足だけっていう。おあ鶏一匹丸ごと売ってたよね。あ売ってましたね。なんか足がですね冷凍庫の下からこうピロッと出てて、あこれ足かなと思って引き上げたら首付きの鶏が持ってました。全部ついてた。おお久しぶりに見たこれ。そんな高くなかったよね。600円500円安いですよ。びっくりしたですね。足ばっかりの方が高かったよね。そうですね。厳選された部位なんでしょう、ね。いやでもそれはほんま持ってただけで、なんか知らない女性の人がこれはビールに最高よとか教えてくれたり。すごい足がいっぱい入ってるんですけど、うん、ラベルが女の子の、うん、かわいいタピオカジュースを飲んでる女の子の、うん、多分ポテトチップスぐらいの勢いやんな。そうですね。やべえ。まあ希少部位ですからね。希少部位です。そうなんかな。知らんすけど日本ちょびっとしか取れないじゃないですか。まあね。うん、まあいやことが今日の朝あったという。確かに豚やったら4つ取れるもんな。そうですね。あまあ詳しくは YouTube を見てほしいです。僕は見ないっす。でそういうことじゃなくて、そういうことじゃないですよ。もう一個ちょっと最近うん、僕は注目してるのがありまして、はい、うん、それがもう相変わらずのディープリムなんですよ。あまだ見てるんですけど、寝ても覚めてもこれはですね、はい、まあ、僕個人的見解ですけど、はい、次の波来てると思います。何の波ですか？ですね、うねりが。うねりがちょっと始まっ、グラベルロードの次のうねりがちょっと感じ取れる。うん、だからロードバイクがこう出てきた時って、リム、うん、最初狭かったじゃないですか。うんうん、で、今、エンビとか、うん、各メーカーが太くして、辛い地になったじゃないですか。うん、ダイヤとリムが、うんうん。これがグラベルでも来てる。うん、気がする。なんで、うん、今見つけた、ZIP303 エクスプロアっていうホイールがあるんですけど、うん、それ内幅がですね、32ミリなんですよ。めっちゃ広いですね。むちゃくちゃ広いです。うん、で、40ミリのタイヤをつけたら、スライチになると、うん、リムと、うん。で、リムハイトが50超えてるんですよ、もう。うん。うん、エアロですか。エアロです。グラベルバイクやろね。グラベルバイク。うん、でなんでこれができたかって今日朝実は池田君にジップじゃエンビー使いんかって言ったらいらんって言われたから。いやー贅沢だな。細すぎるって言われた。いやあれを使うならもうロードバイクやなと思ってちょっとグラベルのリム関係に頭がちょっと寄ってしまってるんで、うん、ロード行ったらもう間違いなく使うんですけど。そうなんです、うんうん、まあでもそんな感じはあるね、はい、うん、それを次の、うん、ジェネレーションじゃないかなと、うん、まあね、はい、ふつふつと感じて、うん、遠方からまだ小さなうねりが届いてる状態かもしれない、うん、そんな感じです、うん、なんでこれはでもこの進化はすごく面白くて何早いしオフロードいけるし、うん、エアロやし、うん、なんだこれはっていう今までこうなかったところが出始めてるなっていう風にちょっと感じてる次第です、うん、なんで今は探してもそこまで対応する幅広ディープリムっていうのはないんですけど、うん、今後ちょっとずつ現れるんじゃないかなという。バケちゃん
もうちょっと面白そうに聞かな。いやまあ。で、でそ、まあ、それを、まあ、注目してる中で、来月、メイドがあるわけですよ。うん、おー、ハンドメイドバイク。どんだけ出るか。はい、そこの自転車にもしディープリムでワイドリムが使われてたら、来るんじゃない、うんはい、メイドってでも黒森系ですか？いや、でもない。何でもありですね。そうだね、去年は 3D プリンターとかも多かったですね、フレーム。だメイドとかもそういうんじゃなくて、やっぱり DIY っていうか、うん、あのマスプロダクションじゃないやつが来るんでしょうね。そうね、うん、あれが注目ポイント。注目してます、あの D プリン。全然おらへんかったりして。そうなるとちょっとあの今年はないな、来年もちょっと来ないかな、再来年ぐらいかなと思います。エアロで言うなら、まあ黒森以外やったらいいのか。確かに、うん、黒森って一番エアロ悪いもんね。そうでもないんだよ、うん、なんであの、ま、丸ってすごいあの、まあ、そうですけど、不圧っていうか、うんうん、後ろが、まあ、だいたいあれっすよね、うん、シートチューブとヘッドチューブぐらいっすよね、なんか、うんうんうん、だいたいこう寝てるんで、パイプは。あと、あれじゃん、シートポストとか。まあ、それぐらいっすね、うんうん。大したことないと。いや正直、あんまり大したことないんじゃないかな。いけると。なんかの記事で見たんですよ。俺な、まあ、俺ならそれをもう、いやいや、超えるフレームを作れると。いやいや、エアロとかじゃ、ちょっと昔の、うん、あの、エアロロードぐらいの性能は出るみたいな、うん、黒森でも。細かったらみたいな、なんかのやつでみたいな気がするんですけど。細かったら、まあ細い、うん、意外にエアロいいっていう話を聞いたんですよ、うん、でも、ワットを気にする人やったらもう完全なエアロに行くんじゃない。まあそうですね、うんうん、だからまあそういうので今すごい技術的なところで、はいはい、その黒森でそれをやるのとカーボンでそれをやるのとでは、うん、カーボンの方がコストが下がってきてんじゃない。カーボンの方がいいでしょうね、うん、間違いない、それは間違いない。だって細くしたら合成下がるじゃん。そうっすね、うん、まあ黒森でね、はいはい、うん、まあでもまあ面白かったらええんやろね、うん、まあ、そうね、うん、さっきのリムって何本まで対応なんですか。これがですね40から60なんですよ。そうでね、塩ビより安いっす。そう、これがちょっと聞いてほしいんですよ。あの2種類あるんです、このエクスプラリム、ホイール、うん、あの SW っていう最高級品のやつで、これ40万ぐらいなんですよ、うん、それでも40万、はい、このティンブル加工がされたゴルフボールの、うん、その1個下に S っていうのがあるんですよ、うん、これ25万ぐらい、うん、前後でね、もう値段出たんですか。で、でも、ねうん、もうあるんですよ、日本の値段が。日本の値段めっちゃ安いですね。めっちゃ安くはないよ。まあまあ、そうですけど。うん。それ、なんかさ、誰が買うんっていうような仕様やで。まあ僕も、僕は買わないですよ。そうなんですよ。まだ、これがピタッとこう、当てはまれる自転車がなかなかないということですね。24万9200円ですね。ほんまだ。安い。安い。ああ、これは楽しい。こういうのですよ、こういうの。54ミリですね、はい。はい。まあ、そういうとこですか？そういうとこでございます。あ、あともう一個あるんですけど、いいですか？最近、リッチのフレームを預かっておりまして、うん、お客さんから、そのリッチフレームを今見てるんですけど、うん、すごい出来がいいっす。うん、ちょっとリッチのフレームセットって一個こう価格が上なんですよ。普通高いよね、はい、ちょっと普通の黒森フレームではない価格なんですけど、うん、でタイマンさんかな、うん、でデザインはトムさん、リッチさんがやってるんですけど、うん、しっかり作り込まれてるっていうのがすごくよくわかる。もうちゃんと乗る人が、うん、作ってる乗る人ですね。あもうマニアですね、うん、どの辺が。例えばワイヤーの受けですよ。あダウンチューブに後ろのブレーキにつなげるホースを受ける、アウターケーブルを受ける台座がこう上中頃
下ってこうあるんですけど、はい、上と中頃は一緒の位置にあるんですよ。ダウンチューブの同じ角度で同じ水線上についてるんですけど、一直線上にダウンチューブの一番下の部分だけちょっとずらしてワイヤーのルートが綺麗にこう描くようにつけられてるんです。ほう、あんまりその量産のところではしがたい、しないですね、はい、ところがやってる。あとは錆止めのネジ、錆止め、ですね、ダボ穴がこうあるじゃないですか、各部分に、そのダボ穴のネジが当たって締め込んだらこうペイントがパリッて割れたりするじゃないですか、あの当たるところはペイントしてなくて錆止めをピチって塗ってるんですよ。へー、なんかこう割れにくいようにとか、なんかそのすごい細かいところに気を配られてるのがもう見てわかる。まあそんなとこ見てる人おるかどうかはあれですけど、だからその価格差が出てるんやなっていうのが、まあ常時置いてるわけではないんで、そういう機会でちょっと拝見してるんですけど、なかなかやっぱり、まあ、素晴らしいフレームやなというのを感じた次第です。はい、どうなん、なんか物言い出すやんだけじゃん。いやいや、何ラジオでは、ポッドキャストでは出ないところでいやらしいことしてるじゃん。いやいや、にやーっと笑って。全然ないですけど。分かってないなみたいな顔して。いや、そんな何もないですよ。そうな、全然何もない。うん、まあいいけど。はい、まあそんなところでして、今日のテーマ、はいはい、ロングライドはいろいろ熱いと。はい、いうので、まあ、主人公は今日はタケちゃん、はい、ね、主人公なんか知らないですけど、まあ僕、うんうん、ロングライドの方には僕何でも、ロングライドといえば、あ、もう何でも聞いてください。なんでロングライドといえばタケちゃんが、いやもう僕300キロ走破してますから。300キロ3000アップ走破してます。300キロ3000アップ走破してますから。あ、多分この中で一番激しいロングライドを経験した身ですか。激しいロングライド。どうやったら激しいロングライドになるんですか。どういうこと。数値が伝わらない人ですから。いやいや違うやろ。300キロ3000メートルアップなんて大したことないじゃんっていう発言じゃないですか。池田さんぐらいになったら、ね、そんな大したことないものどうやったら大したこともできんのっていう。いや、まあ、300キロ3000アップ、うん、平均速度 19.9 キロですかね。19.9 まあ、まあ、上を見ればいっぱいいますけど、まあまあ早い方ですからね。へえ。わからない、ね。わからないね。あんまりその300キロ走るっていうのはあんまりやったことない。最近、お盆に、何だっけ、腐ったお宅の、何だったっけ、なんか漫画読んだんだけど、うん、はい、何やったっけ。それだと300キロを毎日なんか1週間ぐらい走ってる女性の方がいるよ。いや、俺は言わせてもらうと、うん、そういう人たちが目立つんですよ。はいはい。で、あれですよ、藤井聡太っているじゃないですか、将棋の、あの人すげえなって思うじゃないですか。はい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 、それはすごいから目立ってるわけで、なるほどなるほど、特殊な人っす。それは特殊な人で、割と特殊、その下に大勢おる人もすごいんだと。それなりにすごい、ちょっと飛び出てやばい人は結構いるんです。はいはいはい。だから、まあ、まあまあそこまでいかないけど、俺も十分すごいって認めろと。そこまでひどい記録ではないと。ああ、なるほどなるほど。そこと比べないでくれと。これは思いますが。まあどうやったほんで、だからいやー、その YouTube にも上がったけど、はいはい、300キロ。多分広島から出雲大社まで行って日帰りで帰ってくる。日帰りで帰ってくる。うん、多分、僕の限界があれです。分かりました。あ、限界。300キロ、3000メートルで、うん、限界。あれが今の限界ですね。おお。ただもう、まあ、200キロとかは余裕だなっていう気持ちになってます。
で限界が分かったんで、うん、もうなんか怖いものがなんかなくなってきてます。ああ、でもなんかグライドあるあるかもしれない。そう、あるあるですよね、うん。どういうこと？あるあるな。あの距離めちゃめちゃ長い距離行っちゃうと、うん、ちょっと距離感覚がおかしくなってくる。確かに100キロ走ったら50キロぐらいはみたいな。ちょろいなっていう。あの今200キロぐらいまでだったらちょろいなっていう感覚になってます。ちょろい。ちょろいです。200キロまで。はい。200キロいたら広島からだったら庄原のちょっと奥のあたりかなって感じですかね。え200キロやろ。ああ片道往復で200キロっていうイメージで。広島から兵庫県ぐらいまでかな。兵庫県はない。兵庫県まで333キロぐらいだと思うっす、うん、あ西宮だったかな。ゾロ目の倉敷まででちょうど約200キロぐらいでしょ。200キロ、はい、おお、まあ、ぐらいちょろい。もうちょろいっす。倉敷までは。倉敷までちょろいっす。特に倉敷なんかあの平坦じゃないですか。はあはあ、もうちょろいっす。ちょろい。だから兵庫県ぐらいはちょろいっす。平坦だったらあの400キロはいけると思うっす。へぇ。大体さ、でもさ、今回だってさ、出雲ぐらいちょろいっすよちょっとって開けて言ったら、めっちゃ大変やって言ってるけどさ、あの、下調べないし、適当なこと言ってるだけじゃない。いや、でもあの、あれっすよ、うん、ちょっと無謀なことをしないといけない時ってあるんですよ、うん、あそうしないとちょっと分かってこないところあるんで。あ、なるほど、ね、今回は非常になんか得られました、うん、あ、こんな感じなんだなっつの、あ、限界を知ったんでまあもうここ俺もこれからどこまで伸ばしていくかっていう、あ、その限界をさらにこう上げていく、はい、非常に目標が出てきたですね、うん、ほうほう何が大変やったん。何が大変、暑さですね。あ、涼しかったらもっといけるんでしょうけどね。あの、もっといける、はいはい、気温によってもあの、うん、暑さって本当に危ないんだなっていうのを、あ、気づいたっす。あれだ、死ぬらしいじゃん熱中症とか。いや、まあ、死ぬんだろうな。いや、もうもうあの、あれじゃない、体が白くなって、あの、お肉焼いたみたいになるんじゃん。もうかもしれない。なるでしょうね。いや、もう、だって、日本海着いてからが、多分、うん、めっちゃ長かったです、もん。暑すぎて。うん、まあ、あの、編集しながら思ってたけど、愚痴ばっかり言うような、こいつと思って。いや、もう、愚痴しか出てこない。出雲大社に行って、うん、何お守り買ってくるって話やったよな。いや、お守りなんか、まあ、そんな話もあったっすけど、並んでたんで、そこまでして買わんでいいわっつって。おで、美味しいものも何一つ食べず。おもうあの、そういう甘っちょろいライドは僕はしないです。そばぐらい食べたら、いやなんか正直暑すぎてなんかさらっと食えるもしかして暑くてもさらっと食べれるのがそばやろ。まあかもしれないですね。何を食べていったんですか。あれやろ、あの補給食やろ。や、補給食っす。一通りうち、もうちの、いや、まあうちの以外も結構色持ってたっすけど、いやゼリー状のやつは美味しくないっすね。なるほど、やっぱりパウバー、はい、パウバーは偉大ですよ。いや、もう今まで普通に食べてましたけど、パウバー、うんうん、めっちゃいいっていうのを今回気づいた。極限状態でじゃあもうその良さに気づいた、はい、こうゼリーを食べた後、うん、次はパウバー食べるかなっつって、それ楽しみに入って1時間後頑張れる。1時間もパウバー食うからなっつって、カウト虫ゼリーで今我慢するけどみたいな感じ。いや、もうなんだって。いや、あれの話はバナナだ。バナナゲル、うん、まあまあ美味しくはないですけど、あれも良かったっすよ。あのカフェイン入りのやつ、あれも最後の方ちょ、あ、確かにカフェインって効くんだなっていう、あの気合いの入り方をしたっす。元気になる、ちょっと元気になります。ちょっとシャキッとしたっす。ただ味は美味しいとは言います。まあ、なんか普通のご飯は食べないんですか。いや、食べた方がいいよ。俺絶対食べるな。あ、そうっすか。うん、まあ、パンは食ったっすけどね。パンはダメなんじゃない。いや、もうなんかパンで大丈夫っす。あ、でもまあ外国行ってするんやったらパンにも慣れとかなんかあるな。そうっすね。うん、はい。ちょっと僕の話ばっかりなんで、うん、
なんかもっと他の人のロングライド。ロングライド。なんかありますか、ロングライド。池田さんもなんか300キロ走ってたっすよね。あーいい使いな。2年前じゃないですかね。コロナ中？コロナ中やったと思う。コロナ中に、まあ、瀬戸内海をぐるっと回って、うんうん、あれ1日で何キロ走れるんかっていうチャレンジやったやんな。そうですね、24時間で帰ってくるって、うん、300何歩か走ってたよね、303とか。あ、3？ やったっすね。まあ、でも、うん、すごい楽しかったです。タケちゃんの方がよく走っとんや。そう、分からんすけど、確実に獲得標高は、僕が何倍もあると思うんですね。何倍も何倍も。そんなつもりじゃなかったんやろ。いや、めちゃくちゃつもりですやん。もう考えた島で行くまで絶対山あるなっていうのは。でもずーっと言ってたよ。なんでこんなに坂やるんでくれて。いや、それは、開発5メートルからやったらと登らされるんですよ。そこだけです。いやー、しんどかった。暑いし。海抜5メートルだったらすぐに海来るだろうなって思うじゃないですか。うん、一山登らされるんですよ。道間違えたから悪いんじゃん。いや、道間違えなくても山登らされるんですから。あ、そうな。はい。もう島に怖いっすよ。自転車はあのリドレで行ったんですよ、ね。リドレです。なんでリドレにしたの？そうなんだかんだ言ってお気に入りよな。なんだかんだお気に入りですよね。やっぱ乗り心地と。硬いのが好きなんじゃない？硬い、いや正直硬いってブーブー言うとくせに。まあまあそうですね。いいかもしれないですけど、まあ、リドレーが一番。あ、でもやっぱあれか、はい、タイヤ、タイヤ、タイヤはブロックダメって。ブロックはダメっすよ。太いのはいいけどスリックにせえと。太いのはめちゃくちゃいいんですけど、うん、ブロックはダメっす。当たり前に分かってはいたんですけど、変える手段もなかったんで。変える手段はブロックで行ったのか。ブロックで行きましたよ。ノーマルタイヤやな。はい、楽しいですねそれ。もう何やこんなゴーゴー言っとんやろうなとか。あの、まあ、すごい言わなくても分かると思うんですけど、うん、スリックタイヤにした方がいいですよ。当たり前なんですけど。ね、ただあの、うん、乗り心地を考えて、うん、やっぱり太め、うん、っていうのはめちゃくちゃいいと思います。あ、チューブレス、チューブレス、パンクもしてないよな。パンクもしてないっす。うん、手袋もしてないのに、うん、まああの痺れたりもしないって。あれ、それよ。はい、でも手袋してチューブレスでも手は痺れるよ。それはあの、あ、根性で。根性で手の痺れで消えるん。あのレベルがちょっと低い。まあでもロードバイクとかだったら300キロ走ったら絶対痺れてたと思うんですよ。前傾もきついんで、多分手にかかる負担も。お尻だならへんの？お尻は全然僕大丈夫ですね。なんでサドルと相性がいいとかですかね。ああ、ジャージで行ったんです、ね、もちろんジャージですけど。なるほどね。やっぱアソスかな。アソスじゃないよな。ラファじゃない。ラファじゃない。ラファです。緑のやつ。いや、緑じゃなくて紺色のやつとグランピージャージです。グランピージャージが良かったんじゃない？ああ、そういうことか。グランピージャージはいいんですけど、あれはめちゃくちゃいいんですけど、うん、正直もう一枚欲しいんですけど。いいよ、もう一枚。です。非常にあれはいいですよ。あの、ぴったりくっついて。うん、まあ、ぴったりくっつくって大事よね。大事っす、大事っす。あの、体冷やすのに。うん、ちゃんと機能してるっすよね。うん、でも暑かったっすね。うん、でも暑かった。そんな暑いと思ってなかったんやろ。いや、めちゃくちゃ暑い。まあ、まあ、ちょっと涼しいかなとは思ってました。ただ、海出るとダメですね。海は暑い。海はやばい。あの、あれ、日陰がない。日陰ないですし。うん、なるほどな。もう砂浜にイライラしてました。キラキラしやがって。3位の砂浜ね。うん、次行くなら、ね、どこ行く？400キロやろ。400キロ、まあ、400キロはもうちょっと急速。400キロ4000メートルアップって言ったじゃん。いや、言いましたけど。すぐには行きませんよ。ちょっと鍛えないといけないですから。だけどどうやって鍛えるの？どうやって鍛えましょうかね。ロングライドってどうやって鍛えるの？いや、まあ、マジでそれなんですよ。でも300キロ以上走らなあかんのじゃん。そうっす、うん、そんなことないんですけど。どうやって鍛えたらいいですかね。だってチェックするのはさ、走るしかないじゃん。そうっすね、うん、成果を。いや、どうしたらいいですかね。もうずーっと乗っとかない。いつもやったから松江まで行ったらええんじゃん。ああ、
いや、ちょっと、それか、大阪まで行ったら400キロぐらい。でも4000メーターもないかな。あれか。しまなみ海道行って、四国ですね。四国行ったら、まあ、あれか。いやー。山脈の上をちょっとうろうろして。石鎚山山頂まで行って帰ってきたら。大山って。あ、大山。大山いいかもしれないですね。大山登って。イベントであの、あるんですね、一周したのも。あれが。あ、今日なんか昼くらいもやってたんですね。ほんで、あの辺、イーナン。あ、やってましたね。イーナンのなんかその山登って。自走でその大会に出ればいいんじゃない。俺強い。確かにウルベ、超速い人はいますよね。うん。走ってきた。いや、そう、今ね、読んでるその腐ったオタクの、なんちゃらっていう本読んでたら、漫画。はい。オーディナリーっていう、はい。あの、自転車の原型みたいなやつ。ああ、はい。あれで600キロの、なんか何、6000メーターとかアップの走る人がおるんだって。いやー、気違い。ロードバイクとかマウンテンバイクだと、簡単すぎるから、行き過ぎたらそこになったんだって。いや、ちょっとやべえ人ですね。あの、お、褒め言葉として言ってますけど、やべえやつ。あってよ、みたいな。ギアないよ。いや、チェーンもないんじゃないですかね。そう直結ですよね。直結。だから、あの、下りはなんかスーパーマンみたいなのになってるらしい。やばいっすね。いやそう。その状態ってどういうことなんですかね。簡単すぎるっていうのは。てか、なんか、勝手なイメージですけど、ブルベやってる系の人たちって、なんかやばい人が多いイメージなんですけど。ネギトロさんとか。ネギトロさんそうや、毎日300キロ走ってるじゃん。5日ぐらい。確かに。もういけんことはないかもしれないですね。え？でも次の日、生まれたての小時間いや、まあ、あの、期待をによっては、あの、可能性はあるなって。あ、ネギトロさんは聞いたら、うん、あの、大会が練習って言ってましたね。おイベントが練習。なるほど、なるほど。あの人は上積みの気違いの方ですけど。大会が練習。大会がもう練習で。ああ。しかもね、サイズが合ってない自転車で。そうっすね。人間やればなんとかなるもんじゃないですかね。なるほど。いや、いいね。歌やります？え？いや、もう俺、夢は玉造温泉に行って帰ってくることなんで。いや、行けると思いますよ。玉造温泉やったら、150キロぐらい。これ、ちらっと調べたら、180ぐらいなかった？そんぐらい、170ぐらいやったと思うんですわ。なるほど。俺は一泊するよ。その方がいいですよ。楽しい。楽しいですね。いや、絶対一泊した方がいいと思います。でもあれかな、そういう。逃げ道という、逃げ道っていうか、その楽しいっていうので行っちゃうと、くじけちゃうんかな。ああ、まあ追い込まれないと出せないところはあるかもしれないですね。なんかああいうブルベみたいにさ、何日以内にゴールしないと失格みたいな、ああいうプレッシャーがないと辛くてやめちゃうんじゃない？それはあるかもしれない。まあでも、あのプレッシャーはなんか、楽しいかもしれないです。でもあれやろ、だからその辛ければ辛いほど終わったら楽しみに書き換わるんやろ、それが。それが、あの、不思議なもんで、辛かった記憶を忘れて、また行きたくなってる。あの、やばいですよ。次もうちょっと行けんじゃないかなとか思い始めてるんで、さらにやばいです。最近でもあれですね、なんか、まあ、ちょっと話変わるかもしれないですけど、池田さんがブルベって言わなくなったような気がして。確かにね。あ、ブルベ。一時なんか言ってたね、ずっと。ずっとブルベって言ってた。ああ、今はちょっと、オフロードの方にちょっと振っちゃって。次できたら行こうかなと思ってるんですけどね。何が？あの、フレームが。ブルベに？はい。ブルベ、まあ、ブルベに参加するには土日が多いんで、同じ距離をちょっと走りたいなと。でもフレームができたらっていうのはちょっと分からないですけどね。フレームできたら走れるようになるのかって言ったらちょっとあれですけどね。それを試しに行くみ
テストね。はい。うん。いや、でもちょっと僕も作りたくなったっすわ。お、うん、いやいや、だから、すぐ作って。いや、まあそうっすね。はい、まあでも、普通に、みんな待ってんねん。ロードとかで、長い距離を走るっていうのは確かに普通なんで、うん、僕はちょっと太いタイヤで行きたいですね。長い距離走るのは、ロードがええんかね。うん、どうなんですかね。いや、長い距離を素早くって考えたらロードしかないです。うん、速く走ろうとね。素早くなければ、楽、長い距離を楽に走るには。だったら、まあ、グラベルロードとかええと思うんですけど、うん、太めのタイヤで、前傾そこまで強くやって、うんうん。ランドナーと。ランドナーはどうなんですかね。車体は軽いに越したことはないんじゃないかな。確かに。そうっすね。今 700C がいっぱいあって、うん、性能がいいのがいっぱいあるんで、うん、あえてランドナーみたいなのにしなくてもええとは思いますけどね、うん、ランドナーってまた何がランドなんかよくわからんよね、うん、今ちょっと近いのがいっぱい増えちゃったんで、うん、グラベルロードの登場で、うん、でもランドナーって言ったらもう古臭いあれのイメージがあるね。古臭いって言ったらあれですけどあのスタイル、うん、26インチみたいな。26インチなんかね。650B かな。B っす。うん、なんかいろいろあるっすよね。これ今古くて新しいと思うんだけどね。そうですね。太いタイヤが入るし。あ、もうあの、純ランドナーに乗ると多分、うん、びっくりする。嫌になる。いやいや、どうなんですかね。すごい。本当のやつはすごいと思います。うん、乗り心地もよく。まあ、ブレーキの性能はディスクにはもう完全に負けると思うんですけど、それではないブレーキの性能がそこにあると思うんですね。次行くんやったらどの自転車選ぼう？僕ですか？やっぱりリドレ？いや、スカルペルがいいっす。マウンテンバイク？いや、スカルペルがグラベルロードにできるのかっていうのがすごい気になってるんですよ。いや、だからハンドルは、フラットハンドル？フラットハンドルで代わりになるのかって。いや、そのね、腐った女子オタクのと漫画にすごいブルベ早い人が出てくるんだけど、その人マウンテンバイクなんよ。最近インスタでちょくちょく出てくるのが、黒缶バイクを、最近のやつですよ、をドロップハンドルにしてるのがちょいちょい見ますね。あれ小田原でも見たっすよね。あ、そうなんです。え、いや、見たじゃないですか、あの小田原サンタクルーズのシンジケートのやつでハイボールかなんかドロップハンドルにしてた。あ、いましたね、そういえば。あれじゃないですか、あのキャノンデールバイクにしてる。キャノンデールのあの、あ、違うわ。ん？キャノンデールですげえ長い距離を走った。ああ、あれスカルペルよね。はい。あのスカルペルは、DH バーついてたね。DH バーのフラットハンドルでめっちゃステム下やったんですよね。うん、めっちゃ下なのは黒川のレーサーめっちゃ下なんで、みんな。そうですね。めっちゃ下っていうのは下がってるぐらいとか。めっちゃ下がってる。競輪のやつみたいになってますよね、うん。ドロップハンドルの下を持ったぐらいのポジションになるんじゃないかな、うん。来てるで、こら。スカルペルで行きたい。スカルペルで行きたいです、ちょっとドロップハンドルつけとくわ。いや、ドロップハンドルはいらないっす。スカルペル。まあ、ですね、あれはよい走ると思います。あれが本当にちょっとグラベルロードぐらいのレベルで走るかどうかっていうのを検証したいです。検証できたらもう素晴らしいな。あれこそ DH バーがいるんじゃない、あれこそ DH バーってなんですよね。そうか、 DH バーね、ロングライド、ロングライド、ああ、まあ確かに。そう、フラットハンドルやったら多少大きくても大丈夫やね、その DH バーが。そうか。DH だ、ああ、まあそうか。難しい。いや、マウンテンバイクのハンドルってフラットで広いじゃないですか。ここにこう DH バーがつくっていうことは、どういうことなんや。いや、直線が多いところは DH バー、DH バー、巡航は DH バーで、フラットいるんかっていうこと。フラットハンドルも真ん中の方を持つくないですか。持つよね。なんで、
よ楽ってこと？楽です、楽です。あの、あと黒缶の人とかは、うん、あのフォークの肩持ったりしますね。なるほど。それはあのエアロを意識して、ね、低く姿勢低くするのに、あれママチャリのカゴ持つのと同じ感じで、そんな感じも。ママチャリのカゴ持つの。カゴ持つの。持ったことないですか？絶対に池田さんはあるって顔してますね。僕はもうありますよ。ママチャリの肩も、フォーク肩も持ちます。ああ、持ちます、持ちます。もちろん持ちますよ。いやロングライドね。ロングライド。まあでも、あの今度タイヤ、今度ドラのタイヤは今ブロックなんですけど、うんうん、ロングライドもやりたいんで、ちょっとスリックにしてみようかなと思ってるんですよね。でもスリックしすぎると、うん、こうツルツルになっちゃうんで、うん、端だけブロックはです。はい。と、真ん中にですね、本当にちっちゃいイボがあるやつが、巻きすから出てるんですよ。イボいるん？いや、いるんかな。あれ良さそうなんですけど、ビットリアの。はい、鱗みたいなやつあるんですよ。ああ、ありますね。あるさ、あれね、テレの、うん、あれ、僕、あれしたいなって思ってた。ビットリア、なんか、タイヤの幅の種類が少ないんですけど、うんうん、そこはちょっとね、少ないんですけど、うん、良さげなんか結構あるんですよね。うん、値段もちょっと お安いっていう。うんうん、マキシス、僕がつけたやつじゃなくて、あれじゃないんですよ。マキシスのアスペンっていう。うんうん、ああ、マウンテンバイク用ですか。はい、まあ。アスペンの SL っていうのが、どうやら登場したらしいんですけど、日本ではまだ展開されてないんですよ。アスペンってなんか意味があるんかね。サーベロのグラベルバイクの名前もそんな名前やったと思う。あ、じゃあ、アスペロか。なるほど。なんかそのアスペン SL っていうのが、かなり今、興味深いタイヤなんですよ。マウンテン幅なんだけど、うん、もうグラベルで使われてるっていう、うんうん、それを使いたいんだけどまだ日本にない、うん、そんな、なるほど、はい、そんなとこですか？そんなとこですかね。ロング。例えばでもあれですよね、はい、清水さんも近々、うん、あ、ロングライド、ライドの、あ、ニセコグラベル120が走れるんかな。120何でも聞いてくださいね。あ、わかった。タイヤはあれですよね、40でしたっけ。今45、45、うん、35だったの45にして、でも35の時より軽いんですよ。うん、本気ですね。軽いの探しました。それは相当軽そうですね、うん、でもあんまり軽く感じないんです。なんだろうと思いながら。あ、いや、そんな、どうですかね、うん、はい。グランピーメカニックのバックヤードは、Apple のポッドキャストと、Spotify と Amazon Music と、YouTube で配信中です。番組へのコメントは、ハッシュタググランピーバイクポッドキャストか YouTube のコメント欄にお願いします。はい、はい、まああれですな、はい、暑さに要注意ってことだね。あ、そうですね、うん、暑さは死にますね、うんうん、え、冬の方が早い。まあスピード的に言うと空気の密度で遅くなるはずなんですけど、うん、まあ、冬の方が空気の密度が大きくなるから、はい、抵抗が増えると、うん、うん、なんか秋ぐらいがいいんですか、ね、秋やるなら。最近秋がなくなってるって言ってるからね。そうですね、うん、まあでもこれからどんどん涼しくなってくると思うんで、うん、でもほら冬になったらさ、日本から行けへんようになるもんな。行けへん。雪が降るもんな。確かに行けへんですね、うん。九州行けへんか。九州行けですね。いやでも本当なんか、うん、どこでも行けるなっていう気になってますからね今。九州も射程圏内入ってますからね僕。得意、まあ、全部自走で。もう全部自走で。
徳山からフェリー乗って大分までっていうショートカットもあるよ。そのパターンも考えます。フェリーはセーフかな。そのセーフって、ね、買うかっていうのはあの自分のあれです。そんな感じです。はい、はい、では、今回は、グラブルじゃない、ロングライドはいろいろ熱いという内容でございました、うんうん、はい、またネタがありましたら何でも教えてください。はい、はい、では終わります。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。